今ね、この間の動画見てもらったら分かると思うんですけど、あの、川行ってきて、撮影で。帰ってきてるんですけど。待って帰ってきてるんですけど。帰ってきてるんですけど。それでね、こいつ見てください。はい、足。はい。色全然違うじゃないですか。こっちの方が。こっち、びちょびちょなんですよね。で、ほんまに、びちょびちょになった足って、バリ臭いんですよ。あの、ずっと時間だったら。今でも2、3時間経ってるんですけど、濡れてから。バリ臭いね。しかも、こいつ普通の時点で、めっちゃ足臭くてほんまに。友達と、ほんまに嘘なしで、友達とほんまに寝よって、ガチでゲボ吐いてんよ。友達が。ほんまにゲボ吐いたりしとってさ、ってことは濡れたお前の足ってバリ臭いんちゃうってことで、いきなり匂おうかと思います。はい、匂います足匂います。マジでやばい。ちょ待って、ほんまにちょ待って、東な、俺ほんま自慢とかじゃないしガチの話やけど、足とか全く臭くならへんの。俺も運動ガチでした後でも臭くなくてさ、でも現場とかで足ずっとびちょびちょ水たまりずっと歩いて、安全靴ってしかも濡れるしさ、濡れた足ってほんま臭いねん、マジで。マジで臭いんだけど、こいつは普通の状態でも臭いのに、濡れてんねん、水で。いきますよ。ほんま怖い。ちょ、待って、マジで怖い。マジで怖い。ガチによってほんまに。マジでやばいから。嘘つけよお前。ここで匂うやばいやろ。ちょっと待ってな。ちゃんとによってつけてもつけつけよ、やめてつけろ。ちゃうからちょガチで吸ってちゃんと。ガチうう。ガチうう。ガチうう。お前自分の匂いとけ。お前の足マジ狂気やからな。マジで狂気。お前、比較三原則やろ。え、待って、ガチで無理。え、全然来ない？え、くそ。黒の街よりも多い路地裏。ここを抜ければいつもこいつ。